はい、今日はね、長崎に来ています。ここ片島魚雷試験場跡ですね。ここ片島はあの川棚地区にありますね。戦争中海軍工廠で作られた魚雷の試験が行われていた遺構が残っています。佐世保海軍工廠や三菱長崎兵器製作所で製造された魚雷の発射試験が行われ、最終検査や調整などをしていたのではないかと言われています。そこ見えてきましたね。ここで合格となった魚雷が、佐世保珍獣府に送られていたと考えられています。さあ、最初にこれ出てきたのがですね、これ元組み立て工場ですよ。中行ってみようか。あ、もう土がね、結構奥もっと深かったかもしれないし、ここまだ行けるのかな。ああ、まだ奥があったかも。当時のままですよ。今日ですね、日韓文化経済フォーラム日本支部の打ち合わせで長崎に来てですね、まあ、そのついでに観光しちゃおうということで、ちょっと私がリクエストしました。前からね、ここ来たかった。これすごい。でもなんか土がもう結構落ちて、あ、うん、もういけない。多分もうちょっと深かったかも。で、結構遺構がたくさん残ってて、この場所は今日ね、天気悪いし、風なかったらドローンあげようと思ったけどダメみたい。うん、あ、ちょっとこっち遺構がもう見えてるね。ちょっと上行ってみようか。美和隊員は何をやってるんですか？あ、本当や、めっちゃつくしあるやん、ここつくし、ね、めっちゃつくしが、はい、ラッキー。ちょっと上に行ってきましょうか。ここ結構いろんな遺構が残ってますよね。魚雷発射試験場と建物の途中から多分海の方にもあるんですよ。あれはちょっと待って、トリガール、これが何やったっちゃろ。よいしょ。これ昔からあったのかな。これ神社っていうか、ちょっと待って、これも遺構やね。下にあるこれは何の遺構やろう。あー、でも多分囲いみたいになっとうけん、ここも工場やったとかな。これ大きいよ。あ、すごい、こここれだ。これよく乗っとうやつ。屋根はない。周りだけしか。あ、すごいねこれ。おお。
これ間近で見るとなんか神秘的やね。これはこれでかいよ、これめっちゃでかい。これなんやろ、ちょっと待って、ここめちゃくちゃ残っとるね。グリーンがまた映えるね。そして真向かいが発射試験場ですね。これレールの跡が見えるの分かりますか？これレールの跡、この上を風が強いや。海はね、綺麗、透き通っとる。天気がいいとね、多分もっと綺麗。あ、向こうにもある。すごいね、ここ。これもともとは多分レンガで上からコンクリートで立っとる感じか。ここドローンで飛ばしたかったな。レンガでコンクリートでね、外付けしてあるね。すごいね、綺麗にね残っとる。すごいよ、ここ絶対あれで撮るの、もっとインスタ映え
よう残っとるね、この時代まで、うん、素晴らしい。これでもすごいなと思う、うん、これは多分うちの隊員たちが来たら喜びます。好きな人はね、軍事施設好きですもんね。そうそう、いやここいい、けど、うん、これでも狭いね。ここなんかあれじゃないと見張り小屋っていうか小屋なのか何使っとったちゃろうね。監視小的な、ここなんかちょうどね綺麗に、そうそうそう、向こうからドアなのか多分そんな感じや。でもここにさ、ここは何やったちゃろうね。何かが見たら、うん、そう、は何か水きれい、浅いねここ海、うん、今あれじゃ引いてるとかじゃない、引いとうけんかな。これすごいね、うん、あ侵食されてる、下が見える、落ちてる、うん、その奥に、てかあれもうあそこまでは行けんやん、こっからしか見えんやん、うん、これ落ちたった。なんだっけ、地震？地震、いや。なんやろ。まあしっかりは多分してそうやけど、別に、うん、でもあそこに中にはあれは何やったっちゃろうね。あそこね。うん。けどずっとこう道が繋がってたみたいなね。割れたとかな、やっぱり。これやろ、気になるね。ちょっと調べとこう。最近これぐらいは楽ちんよ。これは楽ちんよ。こんな綺麗な道になっとけ。してないとかいなね。ちゃんと看板つけてあげとかんと一般人が多分わからんよね。これ何？あそこやろ？なんか流し寄ったとかいな、監視とかじゃなくて違うね。あでも結構高さあるよここ、流し寄ったとかな、スマットだけ。この上ってもう何もないとかいな、なんかありそうじゃない。ない。うん。でも基本なんか製造やっとったとこやけん、発射と。この上が気になるね。うん。上っててももうそこよ。これすごいね、なんか原始林やん、原始林。すごいところに入ってきたね。シダがすごい。うん。え、なんか上に宿舎とかあったとかな。宿舎とかないとかいな。どこで寝よったの？通い？本当やね。ぐるぐる回っとる。ただここ順路にはなってない。でももしかしたらなんかあるかもしれん。何のための道やったっちゃろうね、じゃあ。こんなの毎日歩きよったとか。だけど海軍とかさ、
か、デブおらんやろうね。あー、あった、やっぱりほら、あった、ここ人類に なかったとよ。あ、本当、うん、こんなところに見張り台があった。ちょっと、いや絶対あるよね、だって周り海やけんね。わ、すごい、ここ、こんなところによ。これあんまり知らんじゃない、みんな。はあ、しょ、バカ、やつはバカだね。わ、すごい、ここ、おお、これすごいね。ほんとだ。あ、誰か落書きとかしとる、きっと人おるった。ダメやね、なんでそこ落書きするかね。ほんとやん、落書きするなってね。めっちゃ落書きしとるやん、ここ。おお、これ監視か。だけどこっから、うん、こっから見ると、あ、すごくすごい、めっちゃめっちゃ見晴らしがいいよ、ここ。ここがずっと窓、ほら木枠がついてるから。あ、ほんとやん。だけどこっから見よったったい、うん、ね、見てたんだね。でほら、ここが階段みたいなやつじゃない、階段、これ、あ、階段の跡か、うん、そこね。でこう上があったとかな、この幅が上じゃないの。あー、ほんとやね、うん、ちょっと宮ちゃん、これ登ってん、これ頑丈よ。上めっちゃ見晴らしがいいよ、ちゃんとほら登れるようにこうしてたみたい。うん、しとったみたい。こうやってちゃんとほら、こう、くの字型にね、してあるもんね、上ね。やっぱちゃんと考えてね、作っとるよね。はあ、ここまで登った甲斐があった。すごい。めっちゃ見える。木枠がまだ残っとうけんね、すごいね。いや、これはすごいね。当時の。